スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、お久しぶりです。お久しぶりはちょっと古いんじゃないか。ボーカルの尾瀬です。ギターの須田です。ベースの辻です。ドラムの鈴木です。はい、ということでですね、我々ベンサム2021年10周年になりました。10周年を記念したアルバム3650が9月8日にリリースされました、はい、皆様聞いてくれたでしょうか、ゲットしましたでしょうか、うん、3650というのがですね、10周年とかかってまして、365日かけることの10年、3650、はい、いや、いいですね、いいタイトルですね。そう、数字使ったタイトルすごい好きで、今までベンスもやってこなかったから、はい、やってないね、それもまた新鮮ですごい、もうめちゃめちゃアートワークにもこだわったんですが、まあ聞きどころをメンバーに聞きたいかなと思うので、うん、はい、須田君からここ聞いてよってところ言ってよ。はい、そうですね、あのベンサムに懐かしさを感じるアルバムかなと思ってますね、すごく懐かしさ、はい、僕はあの今回収録されてるコーナーっていう曲が大好きなんですけれども、はい、それ聞いてるとですね、バンド始めた頃のことをすごく思い出すようなね、はい、ベンサムと出会った頃をすごい思い出すような。なんで思い出すんですか。なんで思い出すんですかね、違う違う、これあのベンサムの初期にやってた曲なんですよ、はい、そうなんですよ、それを知らないで言っちゃうとさ、ベンサムの初期にやってた曲なんで付け声すごい個人的にね、うん、グッとくるんですが、はいはい、初めて聞いた人もね、うん、このベンサムのにを好きになった理由みたいな、なんかそういうところがすごくこう、はい、聞いて感じ取れる作品なんじゃないかなと思ってますよ。はい、はい、高さんは、はい、いや本当これぞベンサムというね、一、うん、枚があの10年やってきてやっとできたというところですかね、うんうん、はい、辻さんはやっぱでもベンサムといえば、うん、ね、365日中100日ぐらいはライブを ね、うん、毎年やってきたんで、ね、うん、ライブの音源が入ったアルバムが出せるってやっぱ嬉しかったね、これだから聴きどころですよね、うんうんうん、まああのそのコロナになってですね、ライブも減っちゃったし、何ができるかっていうのをいろいろ模索しながらですね、うん、僕らなりに考えながら今回の3650レコーディングを経てですね、無事にリリースしたんですけど、うん、まあ、今後本当にみんなが楽しめるような活動をできればと思っております、うん、で楽しめるイベントがありますね、はい、10月29日に川崎クラブチッタでワンマンライブを行います。はい、10周年記念ライブ、はい、まあ、僕らあの川崎が地元でですね、はい、まあ、ずっとやりたかったはずで、ずっと隠してきてたんですよねそう、川崎がなんで隠してたんだよって話なんですが、はいはい、まあ、本当に僕ら史上最大キャパ、史上最大キャパになりますので、うん、はい、ぜひ成功させたいなと思ってますし、バッチリ準備してるのでぜひ遊びに来てください、お願いします。お願いします。というわけで最後締めの言葉ということで、うん、ベンサムらしくあいうえを作文で3650で締めたいと思います。3650の散々なこともこの10年間でいろいろありましたが、ロックバンドっていうのは何ぞかっていうのを後日わかることもあるかもしれないけど全部含めて丸以上、ベンサムでした。ぜひゲットしてください。バイバイ。バイバイ。